みほとけチャンネル。この動画は伊那市観光協会様とのコラボ動画ラストの第3弾です。長野県伊那市高遠町といえば石仏、そして桜が有名です。これまではそれらの魅力をたっぷり紹介してきましたが、この動画では石仏のライトアップ、石仏のガチャをご紹介します。いきなり石仏のライトアップ、ガチャって何かと思いますよね。美しい石仏がライトアップされている夜のお寺の様子、そして石仏が可愛いフィギュアになったガチャガチャを体験してきました。ちょっとした奇跡も起こしちゃいました。一体どんなものなのかご覧ください。現在6時20分です。日がそろそろ落ちてきてですね、暗くなってきて、ご覧ください、建福寺さんのライトアップをお届けします。建福寺さんの石仏ライトアップ、こちらは、高遠城址公園の桜のライトアップの桜の満開の時期と9月のお祭りの時期に合わせて、はい、このように夜ライトアップが行われるんですよ。その暗闇に照らされた森谷貞司の石仏はいかがなものか、特別に皆さんにお見せします。では行きましょう、お参りしましょう。まあ、ここは本当観光協会から目と鼻の先ですね。そうですね、場所もちょうどいいので案内もしやすくて、うん、はい、どうも熊谷先生、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、もう今後ろが光り始めてますね。昼間もいいんですけど、夜のライトアップするとまたいいんですよ。あ、いいですね。もう今ここにワクワクするようなオレンジ色の光が、なんか京都や奈良でも、はい、なかなかこういう場所ってないですよね。その文化財に直接近づいて、いろんな形でライトアップしてるところでね、こう自由に見ることができる場所がなかなかないんで、なかなかないです。しかもこんなにお寺様の入り口にポーンと迎えてくれてることないので、大体は配管料払って奥まで行かないと出会えないですけど、建福寺さんはもう門前に構えていらっしゃいますから、このおかげで石仏様に私たちもね、身近に触れ合うことができるっていう。うわー、綺麗、ありがたいな。こちらまた表情違いますね、昼間のと。陰影が出る分、貞司の腕の細かさっていうのが影でくっきりと見えてきますね。そうですね。へえ、うわ、いました。乳首があったんですね。そうですね。おぐしもね、すごく綺麗に整えてあって。そう。そして上の頭上面。そうですね。これ十一面観音なんですけど、化仏含めて。はい、細部まで彫り込んでありますね。すごい細かく綺麗に表情まで。石ですよ。硬い石ですよ。うわー、すごいな。一つはこれはこの高遠の青石という石で彫られてるんですけど、はい、まあ、この石の素性って言いますかね、はい、それが貞司にとってこうした細かな細工が効くということで、はい、貞司はこれ本当にいろんな技を使ってね、細部まで彫り込んでありますね。なるほど。絵文が綺麗ですね。衣の動きが本当に綺麗ですね。そうですね。このくるくるパッみたいな形でね。くるくるパッ。跳ね上げてあるもの、塗装でないもの、はい、それからこの結び方も違ってますし、これ33観音すべて衣の動きが違うんですよね。すべて違う、すごいですよね。それだけでもすごいことだと思います、はい、いやー、見てください。この場合は左右にこう対称にシュンシュンって広がって、そうですね、おりますけれども、この十一面観音様はどうもこう右になびいてこうふわっと風が吹いてるような、石ですよ、石ですよ、石なのにこの布の表現が本当に柔らかくて、ね、すごいな。でこの一尊だけでもありがたいのに33いらっしゃるっていう、うわ、これ一回ちょっとエレクトリカルパレードみたいに撮ってもいいですか。これはもう本当ぜひご視聴者の皆さん、貞司パレードをご覧くださいませ。これはありがたい。こう格子があるのは普段だけども、ライトアップの時は基本通る。はい、15番まで皆
皆様推しの観音様出会えましたでしょうか。うわ、如意輪観音様いいですね。はい、あの頬のお肉がぷくってちょっとあの頬骨が出ているような笑い方がすごく可愛いと思いました。こうなんでしょうね、山田邦子さんに似てる。本当ですか。ちょっとだけ似てませんか。わー、2段目もすごい、3段目もすごい。ほんと暗闇にぽーっと浮かんでます。半田さん、どうですか、念願のライトアップ。幸せです。見て見て、素敵じゃない、はい、うわすごい、ね、ちょっと色強いですけどね、後で色を抑えます。素敵。ちょっと特別にその1枚お借りしていいですか。もちろんもちろん、後で。ありがとうございます。ぜひぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すごい、ほんと綺麗ですね、こうやって見ると。綺麗です。おそらくあの江戸時代はこうしたライトアップはしないんですけど、周りに灯籠があったりして、本当に多くの人がこの三十三観音に来てお参りをした場所ですんで、はい、非常になんかいい気がここずっと漂ってますよね。いろんな人のそうした思いがね、ここ蓄積してきてるんで、はい、しょっちゅうこれを掃除してた人や花を手向けてた人や、はい、いろんな方来たと思うんですけどね、はい、そんななんかいい気を感じますね。本当に思いました。心がハッと軽くなるような ね、なんかこういう空間っていうのがないですよね。ね、ですからぜひこういうとこね、カップルでも訪れていただいたり、うん、お子さん連れも結構来るんですよ、ライトアップの日。いや、子供も楽しいと思います。夜のお寺ってちょっとね、非現実的でワクワクするんです。ああそうですか、うん、そうですか。ライトアップ、はい、多くの方に来ていただきたいですね。本当に。観音様はいろんな変化していくんですけど、2本の手、はい、人間と全く同じ姿をした松田聖子の聖と書いて小観音と読むんですけど、はい、これが基本になりますね。いろんな形に変化していくんですけれど、佐田寺のこの小観音、本当にシンプルで、はい、後輩には何も描かれてないんですけど、無の船形後輩なんですけど、それがこの小観音の美しさを、まあ、引き立てていると思います。今後ろに影ができたことでぐっとこの前に飛び出してる感じがしますね。そうですね、はい、うわー素晴らしく綺麗。私もこれ好きなんですけど、人間はミフレンゲを持っていて、はい、美しいなと思いますね。ですね、うわーいいお顔。本当に守屋さだちすごい。3段目です。3段目も終作揃いなんですよ。終作揃い、いやーこれなんでしょう、3段目だからですかね、なんかリーダーって感じ、大御所がいらっしゃる感じがします。うわー綺麗。でそしてこのね、見上げた後に振り向くこの長野県伊那市のこの景色、ちょっと暗いんですけども、これ手が42本、ね、そうですね、だいたい数えると42本、はい、細かいな。如意輪観音、これは左手が先ほど言ったように、はい、定寺ですよっていう宝珠、あのままだと折ってきそうなんですけど、はい、でこれまた小観音で、これはあの計算とかは分厚いんですよね、何かこのね、おしゃれ、この方はいっぱい来てますね。そうですね、厚着だ、このパトー観音、昼に見た怒りの表情とまた違う怒りの表情です。仏様って光の条件によって見れる表情全然違いますからね。その通りですね。特に定寺のものはやっぱりあのこうしてライトを当てて、はい、あの細部まで見ていただくっていうのが本当にいいと思いますね、はい、うわ怖い顔になってますね。あ、今石仏を 見るあのお顔が仏様のような優しいお顔になってました。でこの馬頭観音っていうのはひょっとしたら高遠宿が作った中で最も数が多いんですよ。へえ。それだけ江戸時代っていうのは多くの人が、まあ、あの
自分の足としても、それから荷物を運んだり農作業としても、うん、馬をたくさん飼ってたんですね、うん、10年から25年ぐらい、はい、生きてくれるんですけれど、うん、亡くなった時はものすごい悲しくて、うん、それに応えるように、高遠志子は優しい顔をした馬頭観音をたくさん作っています。こうした憤怒の顔っていうのは意外と珍しいんですね、うん、ですか。そうやってお馬さんを大事にしてたっていう生活史が見えて面白いですね。そうですね、はい、石動物からそういう歴史や記憶がこういろんなものが見えてくるんですよね、うん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 、その辺も面白いと思いますんで、うん、まあ歴史好きになる入り口の、はい、まあ、そういう石動物ね、うん、そういうしますね。ああ、もうアヒル口じゃないですかにっこりしてらっしゃる可愛らしい。ライトアップ。うわあ。でかい。やっぱ夜拝む方がキリッとされてますね。そうですね。陰影がはっきりして、ね、メイクアップで言うと多分シェーディングをしたような状態。うん、そうですか。はい。女子のメイクで言うとね、影をねちゃんと顎の下とか。に入れるんですよね、鼻の筋とかに。わあ、優しい顔されてます ね。なんて尊いんだ。これじゃあ製作するときはお顔の周りヤスリでこうちょっと。ヤスリっていうか砥石ですね。お顔だけじゃなくてこう胸元とかもそうなんですけれど、はい、相当な時間をかけていろんな砥石で研いでいるんですね。はい、いや今ね、胸元って聞いてびっくりしたんですけども。この胸元とかお顔の皮膚の部分は砥石で磨いてるけども、ええ、おそらく衣の部分はあえて磨いてないですね、ええ、そうですよ、ザラッとしている、ええ、ビシャンっていうザラッとした加工をするものを打ち付けて、はい、ザラザラした感触にわざとしてるわけですね、はい、質感が石仏の中でも、ええ、そうです。うわ、それは芸術点高いそうですか、うん、ですね、そっか。肌の感覚や手のところはツヤツヤしてますけれど、はいはい、そうじゃないところはザラザラね、技術として出してるんですね。じゃあツルツルと皮膚の感じ、定治さんはその技術を知ってて出してる。もちろんもちろん、でそれがやっぱり遠くから見るだけでなくてこうして近寄ってくると余計にそうしたところが分かりますよね。分かります、ね、しかもライトアップされてるからこそ分かりました、ね、本当にこの顔はマジで一生見ていられるし、辛くなったらこの顔思い出そう。そうですね、ですから江戸時代にも多くの家族がねここに来て、はい、いろんな苦難があった時にお参りしたと思いますね。そうですね、苦しくことがあった時にやっぱり聖なるものが近くにあるっていうのはやっぱり安心なんですよね、はい、そこに行って拝めばなんとかなるんじゃないかっていう気持ちがあるわけですから、はい、ありがたいな。それでこうなんか大きなね、うん、お地蔵様がここにいるってことが、はい、安心しますよね。します。何かね、この町を守ってくれてるという感じで、うん、普段はですから格子戸があると三十九三観音の方には来るんですけれど、はい、ここにこれがあるっていうのを知らずに帰っちゃう方もいっぱいいるんですよ。そうですか。でライトアップした時は、はい、ここにこんな大きなお地蔵様いるんだってことでね。あ、じゃあこれはもう必ず、ね、見逃さずに三十三観音、はい、登り切ったら左手奥。そうですね、三十三観音登り切って左手奥、覚えてください。2回言いました。ありがとうございます高遠に来たら一番のお土産をご紹介します。皆さん大好きなガチャガチャです。何が出るかというと石仏です。どんだけ石仏の町かっていう、石仏の町だからこそこの町にあるガチャは石仏ですよしかもシーズン2までありますもう人気を博して、で今桜祭り限定で石仏ガチャが限定カラー桜色とお盆ありますね。でもやっぱり、はい、石仏だから石色がいいですね。そうなんですよ、私やっぱね最初はベタが欲しいんですよね、石仏様なんで。このご時世300円というありがたい値段設定ですよ。なぜか参拝した石仏が出てくるんでしょうか、ね、はい、いやー出てほしいな。お参拝しましたよね。そしてシークレット、シークレット、そうですよ、シークレットあるらしいですよ。あれらしい、これマジで出たらやばくないですか。全然出ないらしい、全然出ないらしいです。仕込みなしですからね。なし、マジです、はい、いきます。
大正不動明王でした。やった。これ一番欲しかったんですけど。ね、崖っぷちに立ってる不動明王さんのかっこよさにしびれまして、やっぱ欲しかったので嬉しい。え、ちょっと待って、もう一回回したい。待って、100円持ってきます。あ、じゃあ私がこっちやる。こっちは私持ってないの多分あると思うんですよ。小泉所観音さん持ってる。小泉所観音めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいね。すごい超絶技巧だ。あの、このバター観音も持ってないんじゃないか。あ、はい、こっちは全部持ってるんですよ。すごいな。こっち持ってない。私がこれやるから、はい、シークレット、シークレット狙います。はい、あー、バター観音いいですね。お、あ、千手観音。千手観音いい、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 いい。あれ、最初の頃よりもクオリティ上がってません？うん、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 って言ってる。あの、ちょっとクオリティが高くなってます。やっと。最新情報いきます。シークレット来い。なんか色、色ついてる。待って待って待って、出た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 。マジで出た。猫。やったー。これ仕込みなしですよ。マジ本当にガチでやって、ガチガチでやって、しかも見てピンク桜祭り限定カラー。やったー。あの、皆さんから拍手が大拍手ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。やったー。持ってるね。持ってますね。席置きました。シークレットの、もう本当場所も明かされてないんですよね。猫神様。あの、ギャラリーが、ギャラリーの、すいません、この企画者の吉澤さんにちょっとお話伺いしたいです。やったー。出ました。ありがとうございます。かわいいですよ。っていうか、ありがとうございます。ていうか、ありがとうございます。猫神様の説明ちょっとお願いしていいですか。猫神様ですか、はい、昔すごい養蚕が盛んだったので、はい、で、養蚕の天敵ってネズミなんですよ、はい、で、ネズミの天敵って猫じゃないですか、はい、なので、あの、お蚕様を守る意味でもこの猫っていうのが、まあ、そういう言われがあって、ちょっと言われが何説かはあるんですけど、はいはいはい、まあ、一番のそういう言われが、その養蚕の業を守る守り神みたいな感じですね。なるほど。それで猫ちゃんが、まあ、猫ちゃんって言っちゃった猫様が、まあ、とある、まあ、場所に、伊那市のどっかにいらっしゃると、うん、はい、まあ、ただいろいろな予防を含めて場所は明かされてない。明かされてないです。確実にいる猫の神様。はい。家でマジで私、あの、アパートにネズミが出たことありまして。本当ですか。はい、守ってもらう、守ってもらうだけで、本当に神様に、これは今日神様が私に置けよっていう指示だと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。思います。なんでこの石仏ガチャ作ったんですか。なんか石仏をもっと広めたいっていうのがあって、はい、こうなんかもっとクリアファイルとかメモ帳とか、はい、なんかそういうグッズを作ろうかなとも思ったんですけど、はい、なんか家に飾れるもの欲しいなって思って、はい、でガチャガチャだったら大人も子供も好きだから、確かにガチャガチャにしようかなと思って、あ、ガチャガチャにしました。ありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。これだから仏像の石仏業界で今一大ムーブメントを起こしてます。本当ですか、はい、起きてますよね。プチムーブメント、プチムーブメント、まあ、総人口がちょっと少ないの中ではムーブメントです。はい、でも石仏ってこう年齢層高めじゃないですか。 そうですね、その石仏愛好家って、うん、それが、あの、ちょっとこうガチャってすることで割と年齢層が下がるっていうのは、うんうん、あの、グッドポイントだと思います。そうですね、うん、本当。でしかもこう、ね、あえてこの可愛いのもいるんだよとも教えてくださってるっていうのもポイント高いです。ありがとうございます。楽しそう、作るの。どうですか、第3弾次作るんですけど。え、本当ですか。マジでじゃあ人気すぎて3まで出ちゃうっていう。秋ぐらいに第3弾出そうと今考えてるんですけど、あの、道祖神入れてほしいです。道祖神、道祖神、道祖神、中井総体道祖神ですね。いいですね。いや、なんかあります。やっぱサダジさんの大きな地蔵、うんうん、大きい地蔵足好きでしたね。ありました。イケメンのやつちょっと言ってきますね。はい、でもここにしかないんですよね、石仏ガチャって。ここにしかないですね。他、駅とか。あ、ない。ない。もうレアですね、ここで。ここに来てくれないと、手に入らない、はい、ガチャガチャです。これやっぱね、石仏のいいところは家の中にほんとシュンって置くだけで馴染むから、そう、本当におすすめです。ありがとうございます。では皆さん、伊那市にいらっしゃった際のお帰りは必ずこの観光協会に立ち寄って
石仏ガチャ、ワン、ツー、スリー、2回ずつ回してくださいませ。お待ちしております。ありがとうございました。というわけで石仏のライトアップとガチャいかがでしたか。こちらで長野県の伊那市観光協会様とのコラボ動画ラストになります。本当に丁寧に丁寧にアテンドいただいた観光協会の職員の皆さん、高砥石研究センターの熊谷先生、たくさんサポートしてくださった半田カメラさん、本当にありがとうございます。もう伊那市高砥町超いいところです。石仏桜だけじゃないです。もう夏の新緑、冬の景色、どれも素晴らしいので、ぜひとも足を運んでみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではこれにてみほとけでした。ナムー。